皆さんこんにちは。今日はネットワークケーブルの基礎についてやっていきたいと思います。皆さんこの LAN ケーブルは見たことあるんじゃないでしょうか。このケーブルですね、先端こんな感じになっていて、よく見るパソコンの通信をするようなケーブルになっています。これちょっと短いですけど、だいたい1メートルとか2メートルとかのは一般に市販で売っています。今日はハンズオンということで、これ LAN ケーブルを実際に皆さんには作ってもらおうと思います。今日はそれ以外にももう一つのネットワークケーブルの光ケーブルについても話していきたいなというふうに思います。今日は2種類、この LAN ケーブルともう一つ光ファイバーケーブルについてお話しすると言ったんですが、こちら LAN ケーブルですね。先端にこういったコネクターがついているのが見えますでしょうか。実は全部でよく見ると8本ですね、金色の線と LAN ケーブルが入っているのが分かりますかね。この8個の部分がまさにその電気的つながりになって、そのパソコン同士が通信するのに必要な部分となっていて、この2つのコネクター間をつなぐようにして8本の物理的な導線が入っていると。実際にコネクタをつないでない部分を後ほど確認はするんですが、実際にケーブルの中に8本の線がずっと通っているというようなものになっています。今日はハンズオンということで、後ほどこの先端のコネクタの部分ですね、これは実際に触ってみてもらうことになるんですけど、この先端のコネクタを RJ45 というような名前がついているということを知っておいてください。これが皆さんがよく使う LAN ケーブルというものになります。で、詳細は割愛しますけれど、実際にはカテゴリーというものがあって、ケーブルの構造によって通信の安定性を、定めた規格があって、これによって速度が決まると、ケーブルのこのカテゴリーというものも一つ重要になってきます。これが、LAN ケーブルの基本的な話になって、中が導線になっていて、導線ですね、なので中は電気的信号で通信が行われます。はい、では次、もう1種類のケーブル、光ファイバーケーブルの方ですね。こちら、光通信のためのケーブルとなっていて、光通信というと皆さんが思い浮かべるのは自宅とかに回線を引いてくるフレッツ光とか、そういったものも、光回線の一種になっています。で、光を通信に使うメリットとしては、例えばその1つのケーブルの中に複数の波長のケーブル、光で複数の通信を通したりとか、あるいはLAN ケーブルと違って電気的な信号ではないので干渉が起きにくいということから、現状では非常に安定した通信ができるものになっているということではありますが、その光の、接合面というのが非常に重要になるので、現状では自作できるようなものではないです。で、今私が手に持っているこれですね、実はその左右で2つのパーツに分けることができます。で、ファイバー側ケーブルの方ですね、こちらのピンみたいなところがあるので、そこを押してみてやると外すことができます。パチッと音が鳴って外す感じになります。はい、これで2つに外せました。で、金属側の方をモジュールといって、もう片方がケーブルと言います。これを皆さんが使うことっていうのはあまりないと思いますが、知っておいてほしいということがあります。これ先ほどくっついていたわけですけれど、これ外したわけですね。で、この先端のところ白いのが見えると思うんですけど、ここがまさにその光の通るところです。で、今の白いところを光が通るのと同時に、反対側のモジュールの中にも同じように対応する光の通る部分が接合点があって、それがぴったりきれいにくっつくことによって、きれいに光が通って通信ができるというような仕組みになっています。なので、この接合面については汚れていたりするとよろしくないというわけで、ここは定期的にというか、もしその通信の状況が悪くなってしまったら、両側ですね、こちら側とこちらの中の接点ですね、これを、見ても分かんないと思うんですけれど、ここを磨くということを、作業をします。皆さんがこれを使うということはあまりないと言いましたが、一つだけ知っておいてほしい、注意してほしいことがあります。今これ両側完全に抜けた状態で置いてあるので何も問題ないわけですけれど、実際に片側が刺さっていた場合ですね、片
方が刺さっていた場合には、そのこっちから実は光が漏れ出てしまうと、もちろんそのモジュール単体で刺している場合についても同じなんですけれど、そのこことここの中からこの先端からですね、光が漏れ出てきますと、これが残念ながらいわゆるまあ非可視光、目に見えない光になっていて、これ見てしまうと、特に長く見てしまうと失明してしまったりとか、そういった危険性があります。ですのでもし抜けているのを見たらですね、まあ反対側が刺さっているというのを見てあげることで、光が漏れてないかということをちゃんと確認してあげるということが、安全確保上は非常に重要になってくるわけです。先ほど言ったそのもし先端が汚れてしまった場合にはという時に、研究室にはこういうものを用意してあります。実はこれその海外から輸入してるんですが、日本が誇る NTT が作っている製品になります。とりあえずですね、これ使うにあたってキャップをとりあえず外してみましょうか。まあ、2段階のキャップがあるんですが、これは後ほど説明するんですが、もう1段全部のキャップを取ってしまいましょう。ちょっとまあ取るのに手間取りましたが、こんな感じで先端を外すことができました。こんな感じで押してあげると、回転しながら先端からこんな光ファイバーみたいなのが出てくる仕組みになっています。でまずですね、これ使ってモジュール側を磨いていくときは、押すと飛び出る方ですね、これを刺してカチャカチャカチャとやってあげると、2つ穴あるんで今2回同じ操作をしました。これで磨くことができます。一方でこっちの光ファイバーの方はどうやってやるかっていうと、このキャップが先ほど申し上げた通り2段階になってます。キャップにさらにキャップがついてるんで、1段目のキャップだけをつけてあげて、こんな感じにして、1つキャップ取れた状態で中に芯が刺さるようになってくれますので、これを先端のところに刺して、この状態でカッチャーカッチャーカッチャーとしてあげるとできます。今は3回カチャカチャカチャとやりましたけれど、実際には3回もやらなくても大丈夫です。これで、先端を磨くことができて綺麗になりました。モジュール側も綺麗にすることができたというわけです。でこれの使い方なんですけど、モジュールがありますと、ここにケーブルを、挿してあげるとカチャッという点があるので、これでモジュールとケーブルがつながります。でこれでモジュールごと、スイッチとかにですね、挿してあげればこんな形で、使えます。これが、挿し方の話でした。では次に、どうやって抜くかの話に行きたいと思います。刺さってる時はスイッチとかに刺さってる時、まず光ケーブルの方から抜いていきます。最初にも確認したように爪のところを押しながら、カチッと音が鳴るまで押して引き抜いていくという形です。これで光ケーブルを抜くことができました。まだこっち、まだスイッチにつながってますから、ここからは見えない光が出てるわけですね。でこの状態でレバーがここにありまして、これを引くと実はロックが解除されて、この状態だと、スイッチから引っこ抜くということができます。こんな感じですね。これで引いた状態で引っ張ればスイッチから抜くことができます。これで無事抜けましたね。これが基本的な光ケーブルのお作法ということですので、今日はメインではランケーブルの話、ハンズオンしかやらないですが、こちらの光ケーブルについてもちゃんと一応知っておいてほしいなというふうに思います。はい、これが今日の最初のコンテンツでした。でもちろんですね、こちらのモジュールとかについては非常に難しくてですね、さまざまな種類があって、ものによっては100ギガ通ったりとか、そういったいろいろな種類があるので、ここら辺は今日はちょっと詳しい話はしないので、他の資料を見てほしいなというふうに思いますが、もし興味ある人がいたらそういったものを調べてもらえたらなというふうに思います。はい、これで前半の内容はおしまいになります。次のビデオでは実際にハンズオンでランケーブルを皆さんに作ってもらうという講座になります。そちらのハンズオンぜひ楽しみにしてきてください。では次のビデオでお会いしましょう。